かみんな、あ、お魚だからね、お魚があるから。何してんの、お姉ちゃん何してんの。今から秘伝のソースを作るんだよ、みんな。何してんの、何してんの、何してんの。なんかいっぱい来たよ。いっぱい来たよね。どうしよう、お母さんもお料理したいんだけど。え、大掃除さんって結構だよ。なになに、お母さんもお料理するの今から。お姉ちゃんはお姉ちゃんでしてるけど、こうしとく。うわ、乗れてない乗れてない、大丈夫乗れてない。手だけ引っかかって、足バタバタしてた。完成です。ダメだもん、ダメだもん。かわいいね、カキ。わあ、広島のカキ。あー、もう最高。どうかな、ポン酢だっけ。そう、ポン酢だね、よく食べる、うん、あ、これ冷やし、いただきます。はい、どうぞ。やばい、どうしよう。え、これレモンチュってして、 そのままチュルチュルって、うん、そのまま食べてください。で、うん、もう塩が取れる。うん、レモンつけない？うん、お父様、うん、結構取りづらいこと。まあ、それはしょうがない、生きてる、生きて、生きてるんだもん、だって。え、美味しすぎる。やった、すっごい新鮮だ。え、すごい。私だからここのお店の牡蠣食べて、うん、あの、あ、美味しい、送りたいと思ったの、うん、お家に。うん、うん、大丈夫、美味しすぎる。どうですか、うん、めちゃくちゃ美味しい、美味しい、美味しい、兄ちゃん。これ美味しい、感動してます今、めちゃくちゃ。嬉しい、夢が叶いました。美味しすぎる、マジでやばい。これえ、なんか入ってるの。そう、黒入ってるの。え、あ、本当だ。箱入りならぬ袋入り息子。こうやって見せてる。何のことやらさっぱりみたい。ゴワンゴワンしてびっくりした。あ、なんかさ、今見えた？見えた、ね。どう？何何何？袋が。